瀬名の中間に宗城という城があったってね。その城の武官が毎日自分の家とその城を通っておられたってね。そうするとその間に立派な垣根の家があって、その家の庭で毎晩毎朝女が掃除をしておるってね。そうするとその武官の人はそれを見て、その女が美人であったから、ああ毎晩毎朝あんなに掃除をしておるねと思って、まあ自分の城とその間を通っておらさったところに、いつかあの人と話してみなければならないねと思って、やっぱり考えておられたけども、まあ時が合わなかったでしょうね。ある時その女が外に出て道まで掃除しておったってね。そうするとその武官の人は、ああ今度こそいい恋が出たねと言って、その女の家に行って、こらこら、あなた、私はいつも考えておったんだが、私と結婚してくれることはできないかとこう言い寄られたってね。そうするとその女の人が言うことに、本心からですかと尋ねた時に、本心からよと言った時に、奥さんがおる人と思ったんでしょうね。女は本心からよと言った時に、私も一度は結婚しなければならない女だからやりましょうと言って、その二人は結婚したわけね。結婚してそれから談合がまとまったから、まあ夫婦になったわけね。そうするともう長らくならん間にもう妊娠したわけ。それからもうその旦那様はもう奥さんが妊娠しておるんだから喜んでおられた時、月を呼んで待っておった時に子供が生まれさしてね。そうするとその子供が女の子供であったって。それからその旦那様、その子供を抱いたり起こしたり非常に喜んでおられたのが、長らくもならん間にその旦那様はもう亡くなられたわけってね。亡くなられた時その奥さんは、大事な主人から大事な子供を預けられたから、これをぜひとも育てて主人の身代わりに立派に育てていこうと思うて育てておられたってね。そうすると美人だったから、金持ちの方からも学者の方からも、一人の女の子を頼りに独身しないように結婚してくれないかという相談はあちこちからあったってね。けどもその女は、いや私は立派な旦那さんに預け物を預けられておるから、この子供を育ててぜひとも旦那さんの顔を現さんければならない、もう結婚なんかしないよと言うけれども、やっぱり美人だったから、あちらからもこちらからも金持ちからも、そんな一人の子供を頼りに独身しないように結婚してくれと言うけれども、いや私はたとい野菜売りはしても結婚はしないとこう言っておった時に、もうついにその女は野菜売りをするようになったってね。そうするとまあこちらではお母さんは野菜売りするわけ。その辺には金持ちの子供が、下女下男を使っておる金持ちの子供が出てね、おったってね。またその主人に預けられた子供は、女の子はまたあの辺の界隈におって、その間にその金持ちの子供はおったから、そこにその神様がおいでになってね、こらこら、あなた、あの子供と結婚して所帯を持たなければいけないよとこう神様が言われたってね。そうするとその金持ちの子供は、11、2歳といえば人間の様子はないでしょうが、だからあんな猿のようなものと私は結婚しなければならないのかと、神様がそう言われたから、こらどうもならんねと言って、それで自分の下男にね、担当を持たせて、切り殺してきなさい、今で整理しておかんければ大事なことだと言って、
やったってね。そうするとその下男の方は持って行って人差しで殺そうとまあ言って刺したわけね。そうすると手が伸びなかったって。手が伸びずここにこの眉のここに三針縫うだけの麻手をさせて血が出てもうその男の後を追っかけて捕まえようとしたけれども血が両方の目に血が入って追うことができずそしてそのすぐ隣に医者がおったから医者の前に行って三針縫わしたってそしたら血は止まったそれから見つけようとしたけれどもそういう人間は逃げ方が早いからねどこに行ったかわからんでしょうがそれからその女はまあお母さんが育ててちょうどその今度はそのおじさんがまた僧正という城の武官になっておられたってねあの時殺してきなさいと言った金持ちの子供は軍人になって僧正の城の兵隊さんになっておったってねあれが今度は現役で上等兵になっておったってねそうするとそのおじの武官の人がこらあなたはこの城ができてから現役で上等兵になったのは一人娘がおるがあなたにあげようじゃないかとこう言われたってねそうするとその兵卒はもう自分は兵卒だからまあ冗談と思っておったわけねそうするとあんまりそう言っておられたから本当ですかとまあ尋ねた時に本当よ一人娘がおるよとそうすると本当ならば大隊長だからね本当ならばしましょうとこう言ってするとお前は見合いするかとこう尋ねるとはい見合いをしますとこう言ったその時はもう立派にこしらえてね見合いのことだからこの男に惚れるようにまあしたわけねそうするともう自分を殺してきなさいと言った女ではなかったって美人になっとってそれからその二人は結婚したわけってねすると今度はもう結婚して1週間なっても2週間なっても花かんざしというかんざしを刺しておったってねここまで来るその旦那さんが言うことにこらこらお前は今頃までそのかんざしを取らないのはどういうわけかとこう言ったけれどもいやこら私は私の考え方があるよこう言ってからこれはねえ私が何歳の時に悪者にここを傷をつけられてその傷跡を隠すためにこうしておるよかんざしをしておるよこれを取ったらいけないからと言ってそうするとその男の方はああ私が刺し殺してきなさいと言った女だねともうその男は自分の心に帰ってきたわけねそれからその二人はまあ結婚して暮らしたけれどもそれは私がやったよということはできないでしょうができないからそれから結婚してもう暮らしておるけれどもまた神様がおいでになってねこらこらお前二人お前二人は庭先に赤い縄があるが見とるかはい見ておりますあなた二人はね生まれ落ちた時であの縄で足がくくられておったから夫婦になったわけよあれでくくられた以上はいかなる敵同士でもいかなる遠い国でも結婚しなければならないとその神様がそう言われた時その男はああ、私が殺してきなさいと言った女だね。はあ、そうか、と思って。それからまあ、その二人は円満に暮らしたわけってね。ご視聴ありがとうございました。お気に入りいただけましたなら、チャンネル登録、高評価ボタンいただければ励みになります。